ロイヤルゴールドディガーダーリンケイコムーロ、ニューヨークに着いたらまず最初に何をする？はい、どうもカッパ院長です。さてと、この動画のね、ゴールドディガーさんですけども、小室真子さん、ケイさん2人で渡米しましたが、なんかね、もうね、お子さんの話とかね、勝手に飛んでくるんですよね。ニューヨークで、まあお子さん誕生ならば浮上する二重国籍問題とか言ってるやつがいるんですよね。早くね。そんなもん子供できてから考えとけよ。まあそんなマスコミが、まあもうこれを機会にね、まあ何でもいいからとりあえずみたいな。で、まあなんか女優のなんだろう、岸恵子、参議院議員蓮舫、歌手宇多田ヒカル、タレントの、なんだこれ、河北真由子、誰それ、プロテニス選手、大坂なおみ、これらの共通点があると。かつて二重国籍だと報じられたことがある。はあ、2つ以上の国籍を持つことを多重国籍と呼ぶ。岸さんは1994年、雑誌のインタビューで、57年にフランス人の映画監督と結婚した際、自動的にフランス国籍が付与されたと説明。ちなみに今のフランスでは、配偶者の国籍付与は行われません。また台湾人の父と、日本人の母を持つ蓮舫さんは、出生時は、台湾国籍でした。その後85年国籍法が改正されたため、台湾籍を保持したまま日本国籍を取得し、17歳で二重国籍状態になりましたと。で、国籍法が改正された後、日本国内で生まれた大坂なおみ選手の場合、父親のアメリカ国籍と母親の日本国籍を、アメリカ国籍だっけ、同時に引き継ぎ、出生時から二重国籍だったと。で、さらにアメリカの場合、夫婦が他国の国籍しか持っていなくても、国内で生まれた子供には自動的にアメリカ国籍が与えられる。このケースが宇多田ヒカルさんと、川北真由子さんだと。で、日本の国籍法では、1、20歳に達する以前に、多重国籍となった場合は22歳までに、20歳に達した後に多重国籍となった場合は、2年以内に、国籍を、1つ、国籍を選択するように求めていると。で、天皇陛下のいとこが米アメリカ国籍、蓮舫さんは二重国籍のままだったので、世論から強く批判されました。しかし、このケースはやや特殊。国会議員は法令遵守が求められる職業であり、彼女の説明や弁明が二転三転したことが有権者の不信を招きましたと。実際のところ日本の国籍法ってなんか言いにくいな。多重国籍を罰する規定はなく、あくまで努力義務という位置づけです。それ変えろよ、いい加減。また、アメリカ国籍は離脱が難しいと言われていて、そのまま放置してしまう人が少なくありません。なんか、今日はあれだな。すいません。口がうまく回んないな。実際は、30代、40代になっても二重国籍の状態で、両国のパスポートを所有しているケースも珍しくはないのです。そんなことあるんだ。アメリカやカナダのように、自国で生まれた子供に国籍 を認める考えを出生地主義もしくは、生地主義と呼ぶ。反対語は血縁主義だと。秋篠宮長女眞子さんとその夫の圭さんは現在渡米の準備を進め、これまだ行く前の話か。もし夫婦の間に子供が誕生しニューヨークで出産した場合、その子供にはアメリカ国籍が自動的に与えられることになる。眞子さん、圭さんが日本国籍を放棄し、帰化してアメリカ国籍を取得するようなことがない限り、すればいいじゃんね。誕生したお子さんは日本とアメリカの2つの国籍を取得するようになりますと。もし悠仁さまが天皇ご即位となれば、陛下のいとこがアメリカ国籍を持っているわけです。長い皇室の歴史の中でも初めてのことでしょう。全くなんかおめでたいことには聞こえませんけど。日米両政府も苦慮。勝手にそう思ってるだけじゃないのこれ。アメリカや日本のように二重国籍が半ば黙認されてるのは前に見た通り。その一方で蓮舫議員のような法令遵守が求められる社会的立場の場合、日本の世論は厳密な対応を求める傾向が浮き彫りになったと。だから統一すればいいんだよ。多重国籍なんか認めんなよ。どう考えたってなんかね、けしからんこと考える、よからぬこと考えてっていうやつパターンの方が明らかに多いだろ。だってで、眞子さんがアメリカ国内で出産した場合、子供の国籍は日本とアメリカのどちらになるのか大きな注目が集まるでしょう。そうかね。
22歳までに国籍を選んだとしても、先に見たようにグレーゾーンのまま放置されてしまうケースがあります。なんかわざとそういうことやりそうだよな、特に旦那。ただし眞子さんの子供は皇族の血を引いています。特に日本の世論は公人に準じた厳密な国籍の運用を求めるかもしれません。曖昧な状態で二重国籍が継続してしまうと日米両政府が批判される可能性も否定できませんこれ絶対わざと悪用しようとなんか企みそうだよな、子供ができたらですけど。で、もちろん日米両政府が二重国籍を黙認することも考えられる。するな眞子さんは降下したため今はもう一般人だ一応ね、子供が皇族の血を引くにしても両国政府が特別扱いする必要はないとも言える。いや、ないでしょ。仮に子供が22歳までに日本国籍を選んだとしても、アメリカ国籍が実質的に残ってしまうことも考えられる。果たしてニューヨークで出産したと、出産となった暁にはどんな決断が下されるんだろうかさあ何これ何なんこの記事それなりになんか注目されてたらしいんでね、ちょっとねピックアップしてね取り上げてみたんですけど、何これ、ね、普通になんか一般人とね、一般人になられた元皇族の方が一緒になった、でお子さんができましたね、まあどっちか国籍選べます。おう、だからね、なんだこれ、なんか気持ち悪い話だな。なんかさ、もうなんかなし崩し的にさね、ここまでね、こういうことになったその経緯とかさね、そういったものだって、ほら不正受給の件とか何にも解決したわけじゃないですからね。ね、なんか今後ね、いつになるのか知らないですけど、なんかこう400万円振り込まれるかどうか、これだって別に決着ついたわけじゃないですよね。まだ振り込まれてもいない。なんかそういうことをなんかこうね、もう話をこう、話題をこのそらすために、国民の意識をそらすためにさ、なんかこういう不特定未来のことをさ、なんかこういかにもなんか、いやこんなね大変なことがあるんですけどねみたいな感じで、そんなことをねぐだぐだ言う前にさね、なんか体としては危惧するような感じ。ね、やれアメリカ政府が日本政府が、そうじゃねえだろね、我々国民が言ってるのはそういうことじゃないよね。功績離脱した人にね、いつまで多額の税金を投入するつもりなんですかね。だって国内にもまださ、ね、この小室佳代さんの、このお母さんのね、要は小室圭さんの実家の方のこの警備費用などの件も含めてさ、ね、じゃあアメリカに渡ったら渡ったで、ね、小室夫妻、ね、2人だけでね、なんかそのアメリカに放り出すわけじゃないんでしょ？当然この警備がつくわけでしょ。でその費用はどっからなんすか？あんなさ、国民の多くを敵に回すかのような啖呵切った会見までやっておいてさ、相変わらず皇室皇族の方のね、この特権ですよね。日本国民の税金をね、この使いたい放題っておかしくないですかって言ってんですよ。だからもうそういうところに批判が集まるのをこのそらすためにね、いかに、なんとかしてこのなんか二人がね、新しい生活ね、あるいはこの次はこのね、実際お子さんのおめでたみたいな話もどうせいつか出てくるでしょう。もうなんかそっちの方にね、意識をね、このそらそうとしてんのが見え見えなんだよね。新生活じゃねえよ。一般人同士の一般人夫婦なんだろう？そういう生活をスタートするんじゃないじゃん、どう考えたって。ていうかそんな生活してないじゃん今のところ1日も。だからもう本当だったらさね、この日本政府およびこの宮内庁なんかはこのなんていうんだっけ、あの収支決算か、あの辺をしっかりと国民に示す義務があるんじゃないんですかね。だから結局さね、これも日本政府もそうだし、宮内庁なんかももろそうですけども、あとはもうマスコミを使うから当然マスコミもそうだよね。いつまでもこの元皇族とかさ、そういう特別扱い続けようとするからさ、いつまで経ってもけじめつかねえんじゃないの？ねえ、だって内親王のね、ご結婚、ね、そういう儀式もなく、ね、世話になった、なんだろう、そのなんだろうな、周りの人たちとかさ、ね、あとはまあ、日本っていうこの国、あるいは我々国民、ね、それらですらっていうか、なんかちょっとおかしいですけど、日本国民すら敵視して渡米したわけでしょ？この先ね、皇室、皇族とはもう無関係とすればいいだけじゃないですか。まあ子供が生まれました。ね、それはもう小室家の人間、それだけのことでしょ？
まあ無理やりなんかこの危惧することがあるとすれば、まあ例えば秋篠宮家のね、なんかこの お嬢さんへの恩情でね、なんかこの婚姻関係が成立しかけてるっていうことなのかな。まあこのけじめがつけられないっつんであればね、やっぱりまあなんだろうな、ちょっとね、まあ考えさせてもらうしかないですよね、我々日本国民としてはね。だってさ、一般人のね、結婚、一般人の妊娠、出産、そんな報道になるっていうだけのことでしょ？もうよそでやってくれればいいんじゃないですか。アメリカでやればいいじゃないですか。好きなように。だって、彼ら二人一般人なわけでしょ？一般人の結婚、出産、だから我々国民にはもう知ったこっちゃないわけですよ。なんかもっとさ、ね、この深掘りというか、真相究明、ね、この事実をこの指摘し、追求していかなきゃいけないのは、ね、小室家サイド、小室さんのね、小室圭さんのこの家庭の金銭問題でしょ？ね、不正受給の件じゃないですか。まあ、あとはこのここまでに至る、この宮内庁のこの管理体制だよね。ここにメス入れていくべきなんじゃないんですかね。しょうもない話で国民の意識をそらそうとしてんじゃねえよ。姑息なんだよ、やり口が。もうバレてんだよな。なんだったらもう、お二人とも今からもうアメリカ国籍取得目指した方がいいんじゃないの？ねえ。どうせなんか日本国籍のままね、なんかこうね、なんか都合よく行ったり来たりされてもめんどくさいし、はっきり言って。ね、日本のね、この法治国家、日本のこの法の支配を次から次へとぶっ壊しにかかるだけなんで、はっきり言って日本国民にとって迷惑ですよ、そんなことされたら。しかも税金使ってさ。まあ残念ながら今の日本はね、言論の自由っていうほどの言論の自由はなくなって、ロイヤル言論統制中ですから。まあ良識な批判までもが事実を元にしたね、事実の指摘であってもね、デマを元にした誹謗中傷で片付けられてしまいますんで、なんだろうな、もう皇室、皇族、まああの界隈か、独自の解釈が多すぎて、なんかこの法を人によってね、変えられるっていうのをまざまざと見せつけられてるんでね、ちょっとね、気分悪いっすね。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。